コラボやったらどういう感じで始めます始めてます？自分の挨拶してから、今日のゲストは、あ、なるほどです。私挨拶ないんで適当、なんかスッと始めます、ね、あ、そうなんか、そっかそっか。今日は見てみんな、宿活さんに集まってもらいました。あ、始まってるから。こんな感じでいつも始まる。友達みたいな感じで撮ってるんで、あ、はいはい、友達とヤッホーとかそんな、マンガリですけど、はいはいはい、なんかいつも、なんか聞いてみたいな感じで。あ、なるほどなるほど。お願いします。はい、今日も一日お疲れさん。どうもしこです。ジョンです。トトロです。吉井です。大和くんです。今日の企画は、やっちゃった。今日は、私は全国のこじらせ女子代表みたいな自称してるんで、恋愛相談させていただきたいなと思って、はい、今日は恋愛相談を持ってきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。僕らもそういう YouTube ですもんね。あ、結構あれですよね、見てくれてる視聴者さん、お互い、ね、結構かぶってるみたいな声をいただきました ね、 ね、コラボしてって結構言ってもらったんで、ありがとうございます。好きです。好きです。どうした？慣れてない女子、そのこじらせ女子も、まあデートとかに行って、うんうん、一応なんかこう、慣れてないなこいつみたいな感じで思われたくないんですよ、うんうん、いい女と思われたいみたいな気持ちがあるんで、作戦というか、こういう感じでしたらいいんじゃないみたいな感じの男目線で、はいはい、今まであった過去の話とかで答えてほしいです。わかりました、はい、これ聞いて、あの、頑張ろう、うちらな。今指にゴテゴテつけてるじゃないですか。こういうのはいい女やな。え、いい女ですか？なんかうぶっては思わない。うん、確かに確かに。これはプラスらしい。ネイルとかでも見ますか？あ、見る見る見る。それ言おうと思ったんですけど、はいはい、ネイルやっぱしてる女子は素敵やなと思って。あ、ほんまですか？すごい、ネイル見てる男性結構珍しいんちゃう？マジっすか？見てないですね。見てないから。してるかどうかも見てないですか？見てないです。俺見る見る見る。してるかどうかだけは分かる。ピアスとか見るっちゃ見る。そんななんか、それでどうってことはない。あ、確かに。イヤーカフとかめっちゃ好きですよ。あー、これ、これいいですか？イヤーカフ、お前だと思う。これイヤーカフ、あと匂いとかもいいんじゃない？あー、匂い香水とかね。なるほどなるほど。気をつけてください。忘れたさっき思って。え、じゃあまず、はい、恋愛経験を少ないとか多いとか、そういうのを彼女にしたいとか、そういう時に気にしますか？皆さんどうですか？気にします？あー、OK です、OK です。恋愛経験少ないか多いか、気にする？気にしない？気にする。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 すげー。気にするというか、その情報として気になるっていう話ではあるけどな、うん、俺0か1かの境がでかい、でかすぎて、1と2、1と3とか別に割とどうでもいいっていう、うん、0か1かは気になる。0やとさすがにちょっと、まあめちゃくちゃ好きやったら頑張るかもしれないけど、うん、恋愛対象にすぐには入ってこない俺は、うん。僕年齢上がるにつれてそれ気になってきますけどね。いやー、だから大学の時とかは全く気にしなくて、29とか30のチームなんで、狙ってきたらちょっと気になるかなっていうのは大きくなってきました。気にするっていうのは、なんか俺は帯を締め直すって感じです。しっかりせなな、みたいな、ね、分かるわ。初めてなんやったら、ええ思いをしてほしいみたいなのがちょっと強くなるんで、良きデートとはこれぞっていうのを提示しないととか。え、じゃあそれが面倒くさいとかあります？まあ、面倒くさいとかはないです、ね、頑張らなってなって絡まる、こっち側が絡まることが多いです。じゃあ次、恋愛経験少なそうっていうのが分かる、なんかシルスじゃないですけど、はいはいはい、なんかそういうのってあります？なんか全然目見て話してくれないとか。確かにね、うん、可愛いですねとか言ってる時にググッて言う。すげー分かる。すげー分かる。なんかこの辺ちょっとなる人いる。分かるかも今それ。マミさん可愛いとはどういう話します？ありがとう。ああ、それが返ってきたら全然気になる、ね、全然やな、うん、全然こじらせてない、こじらせてないの。それはやっぱいい女目指してる。ああ、あります。でもありますね。やでるはさ、うん、そのこの人に言われたら特別みたいなのがやっぱあるじゃないですか、相手によって、うん、こいつに言われたら何も刺さらんけど、はいはいはい、刺さってる時はどんなリアクションになるんですか？ありがとうみたいな。ありがとうより、あ、ありがとうみたいな。でもなんか、あって言っちゃうかも。あ、ありがとう。一発ね。わかるわかる。でもそれが可愛いと思う時も全然ある。いや、確かにね、そうなんや。いや、俺らも絶対言ってるからな。かっこいいとか言われたら。次、デートで困難されたら嬉しいなとか、いいな、気になるなみたいな。なんか例えば、女子とかやったら席奥に座らせてくれたら嬉しいとか、エスコートみたいな感じで、ドアを開けてくれるとか、ご飯ちょっと奥でも払ってくれたら、好意があるのかなって思えるなとかあるんですけど、それの男性バージョン、逆バージョンあります。お店を逆に女子が予約してくれるとか、俺結構キュンと、めっちゃキュンとくるな。うわ、できる子って感じが。どこ行こうみたいな話、いや私ちょっと探すねみたいな感じで、むしろめっちゃ積極的に探してくれるみたいなのは、入り口やけどめっちゃいいなってなる。なんか普通男性がやらなあかんでしょっていうポイントを女性が送信してきた瞬間に、そんな子なかなかいないから、そう、えってなって、ちょっと声めっちゃ湧いてまうよ。
店行く時も普通地図男性が調べるけど女性側から道調べてあこっちかもと言ってくれるめっちゃ嬉しい、この子めっちゃいい子やん、確かに確かに、ってなって好きなこと多いな、ついていくとかより、こう対等になんかすごい来てるぞみたいなあったらいいみたいな感じですか、バチバチやからなデートは一軒目飯食ってまだ余裕ありますよ時間が、はい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 、飯をこっちがおごるじゃないですか、でありがとうっつってじゃあ2軒目私出すわっつってちょっと安い飲み屋に行くとか、ああ2軒目は出すから行こうみたいな、そう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 、そう嬉しいな、2軒目行こうと思ってくれてんねやっていう安心感を言われると嬉しい嬉しい、声が伝わってくる、初デートで全おごりしたなんかあれなんかなとか思うけど、いやここはもう5時になりますんで次私のおごりでって言われたらなんか全部いいよね、ねえ確かにな、そうなんや、学びました、でも私あのちゃんと2軒目行く時とかは絶対出します、おーいいね、こじらせないよ、こじらせないよ、いいですか、嘘ついてるな、いや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 、分からへん、リーダーと同じタイプ、あー聞かしてるんか、ちょっとうちのリーダーもだいぶこじらしてたんで26歳ぐらいまで愛知らなかった、愛知らなかったことなんで、でも25歳の時これぐらいのことは言ってたんで、やっぱ彼は知識はすごい、そうそう知識だけ持ってるんですよ、なるほど、そうした方がいいんやろなみたいな、じゃあ矢でがやってこれは刺さったでみたいな、これはデートで使ってちょっと刺さったやろみたいな、向こうにですか、そうそうそう、そんなあざとい感じでやってやろうみたいな感じでないんですけど、じゃあ私なんかよく払わせるの申し訳ないなと思って、例えばお会計で3000円出すとするじゃないですか、お会計で何回かデートに行ってるとして、その時にお財布にそのままもう全部出さんでいいから言って1000円ガサッて入れちゃうんですよ、おお相手のね、はいはいはい、それはどうですか、あんまり、おお、いや矢でめっちゃいいよ、いいですか、いや、そんなか人によりそう、ほんまに俺に歌詞作りたくないんかな、そうそうそう、そう取られちゃうのがあるような、いいよいいよ出すよ出すよって、このここでの攻防が好きじゃないから、もう椅子押し込まれた方が大阪のおばちゃん感があるとか、馴染みがあんのよ、なんか俺は落ち着くね、そういう人だね、人によりそう、なるほど、ちょっと、あ、じゃあ危ういですね、ちっちゃいお土産みたいなの持ってきてくれるのめっちゃ嬉しいですわ、へーデートの最初いいな、ちょっとなんかお菓子とかお茶とかしたものを、それは何回かデート行った時に例えばどこそこ行ってきたお土産みたいなとこですか、お土産でもいいし、なんか簡単に買ってきたものとかくれるとめっちゃ好意やんと思う、あ、そう、プレッシャーにならへん、全然ならん、楽しませないとみたいな、あ、全然ならん、ハッピーターンとかでもいい、あ、とかでいい、とかでいい、全然かわいい、全然いい、そんなめっちゃいい、いや、大阪のおばちゃんみたいな感じの気持ちで行ったらいいってことですか、あ、でもそれは嬉しいかも、俺は嬉しいな、じゃあ次、逆に高齢されたら嫌やなというか、印象悪いっていうのあります、俺はもう完全にリアクションが薄い、あー、それはでかいな、うわー、それ私、あー、めめやで、この子俺のこと好きなんかなが不安なんですよ、心配だよね、そう、楽しなかったのかなってなっちゃうんで、リアクションはっきりしてくれてるといいよねなって、大げさに、大げさっていうか、まあ普通に笑顔だったりとか、楽しんでくれてる感じがトーンで伝わってくると全然それだけで大丈夫です、なるほど、聞いたことにもう一回質問返すとか、その話を深掘りして聞いてくれてるとか、あと表情とか、もう一杯飲もうっておかわり頼んだりとか、積極性って感じですかね、積極性ですね、質問返してくれるだけでちょっと嬉しいかもな、どういう時にリアクションでかくなるんですか、マミーな、マミーな、なんで1個でええやん、え、なんかほんまにめっちゃ面白いなって思う話とか、私めっちゃ笑うのはめっちゃ笑います、うわー、ずっと結構笑ってるんですけど、やばいやん、俺らじゃやばいな、あの時笑ってなかったな、全然笑ってなかったな、いや、やばいやばい、そういうぐらいじゃないですけど、え、確かに私のあれですよね、確かに、やばい、違う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 、前撮影の前にご飯に行かせてもらったんです、大阪で、え、リアクション薄かったですか、薄かったですよ、緊張してるんですよ、そうですよね、いきなりさ、5人のさ、男にそこまで緊張するよね、普通に考えて、でも、やではなんかそういう人なんやなって、そう伝わってきたから、え、真面目ってことですか、真面目っていうか、その淡々と、そんなに起伏がない感じの人なんやなって分かったから、全然そもそも性質としてね、だから、あのメンバーで、今まで誰と一番インフルエンサー話しやすかったで、宮出さん3票ぐらい取ってますよ、5人中、誰ですか、俺ここ、嬉しい、さんめっちゃ話しやすかったっつって、あれ一番話しかけてきてた、いやもう別になんかあの時はなんか喋りやすさっていうかなんか更新みたいなしてたからこっちから送ってくるのお互いに薄かったと思ってたんですよ僕も反応が、なのに2軒目行きましょうって言ったじゃないですか、はいはい、あれ逆に揺さぶられました、そうなんみたいな、おっしゃーみたいな、嬉しい、なんか無視ついてる時とかに叫んだりしないですか、
いや、めっちゃしますね。あの、とりあえずセミ持ってきます。いや、絶対やめてください。やばいんで、人よりリアクションが。あ、すごい。一回、その、虫こうなって、なんか、はい、腕おかしくなって、パダッキューみたいな。やばい、暴れすぎて。死ぜ、パダッキュー。心地合わせと関係ないんですけど、普通に聞きたいだけなんですけど、はいはい、月にどれぐらいの頻度で会いたいとかありますか？なるほどね。1、2ですね、僕は。月？おー。月1、2？ うん。いや、会えるなら毎日会いたいです。あー、そっち派だよね、やつは。週1とか。俺もそんなもんかな。週1やな。でも週1だったら結構普通に多くないですか？あ、多いと思う。多いんや。まあまあまあ、会ってくれてる方なんかなみたいな。やで的にはどれぐらいなの？週に1回ですね。人のことめっちゃ好きってなることがなかったので、なんかまあ2週間に1回会えたらいいかなと思ったんですけど、まあ、好きな人できてから、もうなんかめっちゃもう会いたい会いたい。あ、毎日会いたいなりません？毎日はいいですね。自分の時間欲しいんで。月に 1、2 回でいいんですよね。うん。なんで？自制したいから。自分の熱中してるものに。そうそう、気持ちは俺めっちゃ会いたなって思うけど、ヤスは毎日会えるなら会う。夜一緒にいるとかだけだったら会えますよ。ショットで会えます。ショットでとか言うんだ。ショットだったら俺もいいかも。おー、かますなって爽やかな2人がそれやってくる。じゃあ次、はい、LINE の頻度。 LINE 頻度。 LINE の頻度。でも俺毎日かな。俺も毎日やな。毎日やけど、1日多分2通ぐらい。毎日ほど返せる時はバーって返してる。あで、朝来てて、仕事して、昼休みも来てて、返して、夜も来てて、30分とかずっとやっててもいける。もういける。あー、強い、この人は。なんか仕事中、もう返さないとか多いですね。始まって終わるまでも返さんみたいな、休憩があっても。集中が途切れちゃうんですよね。うん、早く帰って、ちゃんとビジネス切り抜いてから俺は連絡したいなってのは結構あります。でも嫌では。まあ1日2回ぐらい欲しいなって感じですね。おはよう。だいぶ厳選されるで、2回やったら。何送んの？まあおはよう。おはよう、1個終わったで。いや、なんかあの、おはよう、今日は何や何やするねで1個。ああ、おはようは組み込んでるね。ワンセットね。ワンセット。はい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 。で、それ言ってくれへんと。あっさり系じゃないですか、女性だったら。逆にどんだけ LINE するんですか、ベタベタ LINE は。お昼ラーメン食べました。こっちから送るの？送る。わー、ストーリーみたいな。報告するよ。いやでも送られてきたことから、あ、そうなんやみたいな感じになっちゃうタイプなんで。いや、私多分気にしいなんで、なんかもともとラーメンの話でめっちゃ盛り上がる仲やったらまあ送るけど、別にそのラーメンの話で盛り上がってたのに送ったら、あ、そうなんやしか返ってけへんかもしれん、あ、じゃあやめとこう、なしっていうのね。付き合ったら LINE とかで今日何してるとかそういうの送るもんなんですか？おー、全然送ってくるわ。今朝見た鳥とかパシャって送られてめっちゃ嬉しいね。あー、女の子だね。そうそうそう、そんなんでめっちゃ嬉しいからな。違うんですね、友達とその送る LINE って。そっちは変わるな。変わるな。これ食べたとかでも送っていいんですか？付き合ってたら全然嬉しいけどね。自分の自撮りとか送ったらいいんじゃないですか？自撮りはマジで熱い、彼女の。え、嬉しいんですか？めちゃくちゃ嬉しい。小籠包を自撮り嬉しい。例えば小籠包食うとするじゃないですか、小籠包食べは終わった後のマミヤでって言って自撮り送ったんです。じゃあその自撮りの顔はどんな感じの顔？ふざけちゃいそう。普通の顔。ふざけたら顔がいい。かわいい。ふざけてられるなら、ふざけた方がいい。それはふざけ顔。どれぐらいやっとどのぐらいに送るのかな。普通にダメなレベルラインあるんで。じゃあ待ってください。はい、写真撮る、写真撮る。小籠包食べたのね。食べたの、マミヤで。ちょっとどんなの食うやろ。いい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 いすげーよ。めっちゃいいやん。いや、てかこんなんいいやん。ほんまにですか？ほんまに、ほんまに冗談の気で。いや、冗談の気で。彼氏に、彼氏にやで。付き合ってない人は分かんない。彼氏やったら全然いいけどな、こんな。ツッコめるのは確かに送るのめっちゃいい。いいよな。うんうん。絶対まずかったやんとかなるやん。そうそうそう。すごない？そんな。ダメって言われると思ったもん。いや、こういうのが嬉しいのよ。寝顔とか、すっごいカッコつけてない顔を写真撮ってるのって、いやじで可愛いからな。まあ、でもな、おじさんやからかもしれない。あ、まあ確かにな。大学の頃はちょっと違うかもな。大学はちゃうかも。確かに。私がなんかすごい悩むことがあって。あ、はいはいはい。なんか、私めっちゃすっぴん、マジでブサイクなんですよ。すっぴんはいいんですか、見せて。見せて。全然いいよ。もうどんだけブサイクでも。だって何十年向き合うじゃん。でもそんなんで降ってくる男やったら願いされる。いや、そう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 です。ちなみに私のすっぴん見せていいですか？いいですよ、いいですよ。こんな、こんなすっぴん。全然全然馴染み深い。見たことあるわ、動画。じゃあそれを受け止めてくれる相手を探すべきですね。あ、マジそう、マジそう。それはマジそういうこと。すっぴん見て、なえたみたいな感じになったことありますね。俺ない。
ないです、ないです、ないです。彼女はないかも。彼女はない。彼女はない。な。付き合ってるのが多分結構大丈夫。ああ、なるほど。人として好きになってるかがでかい。そう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 。遊びの時はその外見で好きというかテンション上がってるだけやから、余計そこの楽さでやっぱやめようってなったりするかもしれない。じゃあ次は恋愛経験少ない女子と付き合いました、うん、経験なくて初体験ですっていう時に彼氏だったら付き合ってどれぐらいでまあ初体験があってもいいかなみたいな思います。じゃあまず普通に経験ないとか関係なく付き合ったらどれぐらいでそういうのをするにします。これはもう初日ですね。初日ですか。初日やな。しかも全然あるな、うん、マジで男はもう初日ですよ。初日なんですね。その3ヶ月後狙おうとかいう人俺聞いたことないっすね。いやほんまに二十歳とかの時ぐらいかな。なんかそれで嫌われたらとか思う。欲求としては初日よね。だから相手次第、相手が別にいいって言ってくれならその日がいい。なるほど。だけどだからって初日でやるわけじゃないですよ。まあ相手のペース気持ちがいいですね。欲求ベースとしてしたいぜっていうのはマジで男はもう全員初日と思っていると思う。初日からしたいぜ。そう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 。非正直としてな。ね。以上でいいですかね。はい、めちゃめちゃいっぱい喋ってもらってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ勉強になりました。いえいえ。これは私もちょっとこじらせを脱却して、いい女に進んでいきたいと思います。ぜひ。なるやで。なってそうやけどな。ね、もうすでにな。祝福カッサの方の動画でも、動画が上がるので、そちらもみんな見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ご飯行った時に喋ってるの見てこじらせそうやなと思いました。おどおどしてるとか。でも男の人には慣れてなさそうやね。わかります。何で？なんかおどおどしてるから。おどおどしてますあれで。出てるんや。自分で自覚なくてもなんかさらけ出してない感があったね。まだ仕事の人って思っててもそうなってるんですね。なんかなんとなく体がさちょっとこうちょっとこう離れてた感、逃げてる感。でもなんかそれ他の男性も言ってましたね。こじらせてる系の人はこうじゃなくてみんなこうなってる人が引いてるよね。姿勢がこうなってるって。俺らも逆にね、俺女の人5人やったらやばい。女性が絶対こうなってくる。確かにね。オリフレームだから。もう顔上がってない。下向いてるわ。よいしょ。お願いします。